これはですね、一般企業にもビジョン理念がありミッション使命があるんだけれども、この種のことって病院に行くと院是とか院の社是の是って書いて、たくさんあるんです。でも病院は一人一人専門職なんですね。で、専門職であるけれども階層的組織は看護部だけ、他は組織的なものは実はない。となると就業規則で経営者が枠組みで縛っていくような従来型の就業規則では多分現実界ではないだろうと思って、病院はいろいろ考えた結果オーケストラ型組織ではないか、全てが専門職、そしてそれぞれにパートのチーフがいると考えた時に、就業規則も理事長が命令一家ではなくてチームで展開するようなそういう要素を組み込めないかなと思って書いた本です。看護師がなぜ看護師であるのかっていうのは、それは自分と同じような技術を持っている、そこまで自分の後輩や部下を育てることでなければ自分だけ有能になって部下がスキルもあるいはマインドもなければ具合が悪い。したがって看護師の役割は自分の部下や後輩を自分と同じにして、さらに自分は成長していきなさいと、そういう本を書きたいなと思っていたんだけれども、看護師って頑なのところがあるから私の名前や私だけではきっと読まないだろうと思ったので、スタッフにスワメン、看護師なんですね、で看護師のスワメンと私とで協調にして、そして実務はスワメンが、で私はそのセオリーやあるいはマインドを書いたという本です。介護で多分私が民間企業と介護現場を比較すると一番できてないのは人づくり。例えば企業だと新入社員研修っていうのがある、中堅社員研修っていうのがある。でも介護施設で新人研修や中堅介護職員研修ってほとんどない。となれば集合研修をやった方がいいよって訴えるのも手なんだけれども、しかし組織ぐるみで人を作っていこうよ。そのためには人を作っていくということは組織を作ることであるとともに後輩の育成にもなるということを、これは一人で書いた、さっきの協調だけども、これ一人で書いたのはその思いを、企業でやってきた思い、自分が体験してきた思いを介護でも同じだよっていうことを訴えた本ですね。